お願いします。初めてサクワ見たよって方、ありがとう。あ、なんかありがとうございます。ですよね、知らない方がね、ほとんどだと思うので、うん、自己紹介をさせていただきたいんですけれども、うん、ちょっと今この世の中なので、ちょっと声が出せない状況みたいになってるので、うん、それぞれコール&レスポンスをメンバーから説明があるので手拍子で返してもらうことってできますか？ありがとうございます。じゃあまずはよしこちゃんから。よしこゆうな。はい、じゃあいきます。レスポンス教えますね。私がおはよはねっていうので、おはよしこって返してください。はい、手拍子でおはよしこ。おはよしこで、だからよはねよって怒るので、そしたらぴょんって言いながら、ちょっとぴょんってしてもらえると嬉しいです。はい、じゃあ行きます。北運河の夜に降臨したリトルデーモンの皆さん、おはよはね。おはよしこ。だからよはねよ、ぴょん。はい、ありがとうございます。次もヨハネちゃん担当の東アモです。よろしくお願いします。じゃあ次ビビに。はい、じゃあ私なんですけど、ビーチスケッチっていうので、桜うち。好きな食べ物って聞くので、サンドイッチって返してもらえますか？はい、本番でいきますよ。いきますよ。いきますよ。ビーチスケッチ、桜うち。好きな食べ物、サンドイッチ。ありがとうございます。はあ、暑いですね。全力でパフォーマンスしたいと思います。桜内莉子ちゃん担当のミルクです。よろしくお願いします。はい、じゃあ私が小樽に向かって全速前進というので、ヨーソロと叩いてください。ごめんなさい。その後に私がからのって言うので、敬礼って叩いて敬礼してくれたら嬉しいです。では行きますね。行きますよ。いいですか？はい、行ってくださいね。大丈夫です。はい、じゃあ小樽に向かって全速全身、ヨーソロからの敬礼。ありがとうございます。椎名です。よろしくお願いいたします。で、次は桜に入ってから初めての、あと初ステージ、初イベント参加のダイヤちゃん担当があるので、お願いします。どうぞ。はい、頑張れ。と、私がダイヤホーっていうので、皆さん手拍子でダイヤホーって返してください。いきますよ。ダイヤホー。はい、よくできました。ありがとうございます。はい、黒沢ダイヤちゃん担当してます、篠原香です。初めてのステージでめっちゃ緊張してるんですけど、よろしくお願いします。よくできました。よくできました。大丈夫ですか？はい、大丈夫です。大丈夫です。そして、サクは今4周年になってるんですけど、今年なんと5周年に突入します。そしてちょっと今イベントとかがちょっと難しい状況なので、うん、2年ぶりのステージになります。まだまだ盛り上がっていけますか？イエーイ。まだまだいけますか？イエーイ。よろしくお願いします。次の曲いきますね。はい、
ありがとうございます。ありがとうございました。ここであの物販のお話をしたいなと思って、ちょっとさっきは久しぶりに物販をさせていただきますので、受付のところのエントランスの方で物販をこの後のさくらのステージ終わった後にやらせていただこうと思いますので、もしよかったらちょっと見るだけでもいいので来てもらえると嬉しいです。新発売がね、あ、そう、新グッズもね、今ようちゃんが着けてくれてるんですよ。ぜひ買ってください。新しくね、はあ、新しく作っちゃいましたので、このイベントに合わせてなんと新しく作らせてもらいました。作らせていただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。あ、そう、チェキもね、初のチェキもやらせていただこうかと思っておりますので、アクア、アクアじゃない、アクアじゃないです、ないです、アクアじゃないです、サクアです、サクアです、サクア初めてのね、チェキ今までやったことなかった、なかったね、けど、はい、なんとヨハネちゃん担当のアモちゃんの私物、あ、そうそうそう、私物、ちょっと私物のメイズのチェキを持ってきたので、メイズのチェキを持ってきます、はい、それも見ていただければ、よければ、はい、ぜひぜひお願いします。今着てる衣装もね、初出しというか、イベント初出しの衣装になっております。イエーイ、見てもらえたかな。イエーイ、はい、あもちゃんね、後ろの羽手作りで、かわいいね、すごいよ、ね、作っちゃいましためちゃめちゃすごい大変そうな、大変だったね、作るの間に合わせたかったんで頑張りました、寝ずによし、じゃあ次は、あ、そうだ、あと2曲で終わりになっちゃうんですけど、あーらー、今出たばっかり、はい、なんか念が聞こえたような感じだったんですけど、なんと2曲でおしまいになっちゃうので、全力でちょっとボディ振ってもらったり、ちょっとあのブレード振ってもらったり、あとタオルがあったらタオル振ってもらったり、かなければ拳を回していただいて、はい、ということで、ぜひぜひあと2曲楽しんでいただけたらと思います。まだまだ盛り上がっていけますか。イエーイ、まだまだいけますよね。イエーイありがとうございます。じゃあ最後までお願いします。Thank you.
以上、さくらでした。